DS PDS。 Hey guys, my name is Kyoto ね。明日ついにスマブラ出るってことなんでね、髪を久しぶりに染めてみるぜ。で、今回はね、何で染めるかというとね、こちら髪染めキャップ、アマゾンで600円ぐらい買ったんですけど、これ穴開けるのめっちゃ大変でしたよ。一個一個ね、自分で穴開けないといけないっていうね、スーパーウルトラめんどくさくてね、なんで穴開けないんだって思ったんですけど、はい、こちら今流行ってんで、これでね、染めてきてです。で、今までにもね、何回かメッシュしたことあって、自分でやった時ね、めちゃくちゃね、下手くそに出来上がって、どうにか自分でできないかなと思って、もう全部染めるってことはね、もうしたくないんでね、もう元に戻んないじゃないですか、全部染めたら。はい、傷んじゃうし。で、こんなのもついてました。鍵。鍵付きのなんか、ピンかな。完全につぶつぶのルフィじゃん。これ。これで髪をね、すくいます。大変だな、これ。メッシュ自分でやると大変ですからね。これが一人でできるってなると、すごい革命的です。おほー、すごいすごい。で、今髪伸びててね、美容院にもね、この前ね、行ったんですけど、予約しないとね、切れなくてね、めんどくさくて行ってないんですよね。うお、すごいすごい。あんま多めにやりたくないんだよな。100均のリカちゃんの髪の毛の量ぐらいですね、これ。はい、って感じで2時間ぐらいかかってやっとできました。気持ち悪くないですかこれ。本当になんか100均のリカちゃんですよ。後ろもめっちゃ苦戦しました。こう感覚ですくい上げるって感じで。いや、なんかメッシュにすんのにちょっとね、多すぎる気がするんですけど、まあ動画だからいいかなって。やっぱ変わった方が面白いですよね、動画的に。って感じで今からブリーチしてきてるんです。マッキンキンになりそうだな。で、僕ね、茶色にしてもね、髪が茶色なんで、ブリーチじゃないとね、変化がないんですよ。久しぶりですね、染めんの。これでメッシュブリーチができたらね、美容室で やらなくても自分でもできるようになりますよね。すごいよね、これ、キャップ。あんま美容室だとさ、こう、細かくやってくれなかったりとかあると思うんでね。こう、めんどくさいじゃないですか。で、30回シャカシャ。混ぜて。では、ブリーチしてきます。もう手でね、塗っちゃいます。このように。あはは、俺の髪がなんか。めっちゃ散らかっとる。あ、でもこれぐらいだったら多分、そんなマッキンキンにならないかもね。あの、地肌にもつかないんで、頭皮にも優しいんじゃないですかね。パウダー入れるの忘れた。やばい。もう大丈夫でしょう。よし、これで30分。待ちまーす。はい、ではね、30分経ったんですけど、マッキンキンキン玉ですよね。すごくないですか？では、洗ってきましょう。金髪メッシュルフィー完成です。かっ、あれ変わってなくね。なんか画面だとわかんない。ちょっと光でね、すごい変わるんですよ、これ。まあ、ところどころメッシュって感じですかね。思ってたよりなんかキンキンじゃなかったな。後ろどうなってますかね。すごいもっさりなんですよ、ここ。はい、ではね、変態キャップでのメッシュ作りでしたね。感想としてはね、素人でも簡単にね、メッシュが、簡単じゃなかったな。もう2時間以上かかりました。めっちゃ大変だったんですけど、まあ、確実にうまくできるんじゃないですかね。もう一人ね、友達がいたらもっと楽だと思います。まあ、僕はあいにく友達がね、まあ、少ないんで。キャップ洗えばね、破れない限り使えるんで、まあ、いいですよね。って感じで、良かったなと思った方は、グッドボタンお願いします。ではね、ありますよ。PDS 株式会社チャンネル登録。